白根さんの動き全部メモってますから目を通してください。あとチリ対ヒラメのコーナーの冒頭はまず玉木お兄さんの運動神経のいいところを表現したいらしいから、うん、ここはスクワットか腕立て伏せでいこう。分かった。うん、うだにこのお兄さんたち入ります。拍手。じゃあ本番いきます。みんなハロー。今日の歌ってニコリン楽しんでいってね。まずは千住お兄さんから。おっとりまったりのんびりや千住お兄さんだよ。よろしくね。俺は元気もりもり力持ち運動大好き玉木お兄さんだ。よろしくな。すいません、もう一度。玉木お兄さん、肩の力抜いて。俺たちにはまだまだ乗り越えなければならないことがたくさんある。俺は元気もりもり力持ち、誰にも言えない悩みや秘密もある。よろしくな。それでも歌ニコには歌のお兄さんという存在にはその全てを凌駕する夢と希望があるのかもしれない。本番。いつもテキパキクールな天才レイお兄さんだよ。よろしくね。ポカポカ笑顔でみんなを助けるジュリお兄さんだよ。よろしくね。キラキラ輝く一番星アタゴお兄さんだよ。よろしく。さあ続いてのコーナーはチュリ対ヒラメだよ。さあ何が釣れるかな。歌ってニコリン始まるよ。はい、OK です。玉木お兄さん珍しいね。たまたま変なとこに空気が入っただけだ。お茶でも飲んで喉を潤したら。俺たちには乗り越えなければならないことがたくさんある。釣れる、釣れる、ヘバン、ヘバン、釣れる、釣れる、釣れる、はい、悩んだり。歌舞伎から逃げただけや。自分たちで決めると言っても決定権が不明確ですね。喧嘩したり。別に誰でもいいだろうが。そうやって逃げるんですか。知られたくないことの一つや二つくらいあるだろうよ。いい加減にせよ。人のことを詮索すんのやめようや。笑ったり。ありがとう。ありがとう。バイバイ。バイバイ。高い高い。ありがとうございます。素敵な一日になりました。必死に頑張ったり。5、6、7、8。あ、分かった。回るときに軸がぶれないようにね。はい。よし、じゃあもう一回やろう。5、6、7、8。完璧じゃん。だろ。いやだ。釣れません。釣りたいドキドキ、釣りたいヒラメ。うん。せっかく大きいんだからさ、もっとこの手を。まだまだパーフェクトには程遠いけど。最後のコールだけください。それでもいいのかもしれない。テンション高めていくよ。何せ俺たちの歌ニコはよーい、まだまだ始まったばかりなのだから。ニコニコニコリン。はい、OK です。お疲れ様でした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 。今日は朝からいろいろあったけど無事に収録が終わってよかった。さあそれじゃあお待ちかね、日曜日のお兄さん決めようか。そういえばそうだった、忘れてたな俺としたことが。今日でしたね。僕たち一切相談してませんよ。たじたたんだったゆえ致し方ありません。俺が遅れたせいもあるか。で誰にする？合格。君たちなら
そういう答えを出すんじゃないかなと思ってたよ。5人でやろう。ただし遅刻は厳禁だからな。申し訳ありません。船長兄さん、遅刻したあの日、君は京都からお孫さんに会いに来たおばあ様の道案内をしてただろう。光お兄さん、なぜそれを。おばあさんからお孫さんの男の子と一緒にお礼のハガキが届いたよ。子供からのハガキ。おばあちゃんを連れてきてくれてありがとうって。宿女はリトルボーイから後でカルナのことを教えてもらったんだろうね。プロは遅刻は厳禁、ただし歌のお兄さんはいつでも子供たちの味方だぞ。ありがとうございます。さあ、君たちの歌に子は始まったばかり。この調子で一歩一歩進んでいこう。はい、はい、あ、そうだ、大事なニュースがあったんだ。実は歌に子のイベントが決まったんだ。え、すごい話ですね。どうしたら効率的に来場者の心象情報を集められるかな。5人で歌のお兄さんとして舞台の上に立つことができるなんて。ビッグビジネス到来。たくさんの人のハートを掴んでナンバーワンに近づくいい機会だね。君たちをいつも応援してくれるみんなに感謝することだね。はい、はい、今日の収録大成功だったね。あの息があった感覚悪くなかったな。初めて5人がシンクロした気がするね。パーフェクトとはいかずともいい出来だったと思う。しかもイベントまでやらせてもらえることになるなんて、なんか動機が激しくなってきました。これは無意識下で起こる情動と呼ばれる脳から一種の欲求が満たされている状態では早く感情を教授と共有したいお前さ、前から思ってたけど、その呪文みたいなやつ何なんだよ。僕は独特でいいと思います。十人十色です。独特って意味ではカルナ君も負けてないと思うな。え、確かによし、うわー気持ちいいほら、ミナス君もやってみてよ。ミナス君さて、どう。しょうがねえな。よいしょ。みんなと一緒でよかった。歌のお兄さんになれてよかった。稼ぎまくるぞ。こんな時までお金の話ですか。俺はお前と違って金がねえから、とにかく稼がなきゃいけねえんだよ。まあまあ、今日はめでたい日なんだから喧嘩はストップ。でもなんかこうやってみんなでワイワイできるのなんか嬉しいなこらこら、涙は最後に取っておきなよ。まだ始まったばっかりなんだから。はい、ありがとう俺はそうだな、ワールドワイドにパーフェクトに。 The labor we delight in cures pain。 俺たちはちょっとだけ前進した。楽しんでやる苦労は苦痛を癒すものだ。5人でナンバーワンを目指す。シェイクスピアってやつか。このメンバーで歌に子を絶対に成功させてみせる。なんかやる気が出てきたな。もっともっと頑張るぞ。僕も研究し続けます。おお、やってやろうよ。5人で一致団結。せっかくだからさ、
いつものあれやっときますか。やりましょう。やりますか。切らぬいく。せーの、ニコニコニコリー。